中で楽しみな選手というのはいかがでしょうか。21番そうですね、ここも本当にスターチームなのでいろんな選手いるんですけど、はい、こちらも安藤、菊池、竹内、田中、アレックス・パークと、まあ、リーグ戦でも活躍しているこの5人がまずはこう揃えました、はいはい、少しね三河の方は、はい、試合見ててもですね、はい、あと、まあ、ボールマンプレッシャーがあまりないんですね、はい、非常にボールをこう動かしてしまうので、はい、そのっていうぐらい安定してますからね、はい、さあ今度は東京安藤、ここはちょっとミスマッチになっているがパークのシュートは外れまたんですが、もう一度竹内、おっとだ、バックが取り、バルク東京です。安藤がどうする、行くからマッチアップに行きますが、もう一度わー、ナイス、開いていた、開きましたね、アレックス・パークです。やはりそこの対策をずっとこう練習ではしてきてますからね、はい、桜木 JR とウィリアムズ、このパスが強いんですが、この後もう一回、あーっとこれも決まらない、ちょっとですが誰でも打てるというようなメンバーになっています。ババカラーと通ったアレックス・カークです。ここは隙をついたバスに、おっとふわっとしたバックを押し込んだ、ナイスプレーですね、カークが吠えました。この辺りの連携を見事、影響出てきそうですよ、はい、ただ東京の方がボール回ってますよね、いろんな選手がいろんな形でシュートを打ってくる東京、これリズムですね、はい、まあ、鈴木君達ヘッドコーチも基本速攻を狙いながらという形はありますという話はしていたんですが、ただこの辺りも少し足が止まってから桜木 JR なんですが、ここは防がれました。ここは速い攻撃、戻してからタック、走りますよね、はい、みんなが走っていました、アルバルク東京です。白いユニフォーム打っても面白いところではあったんですが、ちょっと狙うっていうところが一つ欲しいですね、はい、うまいですね、このターン、うまかった、もう一回いく、自ら行くしかないのか、あーっと、あーフォローした、もう一回いく、押し込んでいきますが、ちょっと周りのアウトサイドの選手が止まってますね、なんだ、ここは早めにチェックに行きます。アグレッシブなディフェンスが持ち味と話していた熊谷ですが、とその後シュートですね、返してきますね、決めていきます。田中とのマッチアップ、ここはゴール下締めます、ミックスです。ただ今金丸選手がババ、そしてここは桜木 JR とウィリアムズのマッチアップですが、リバウンドが取った、リバウンドですよ、そしてシュートも決める、いやこの、ね、リバウンドですよね、セカンドチャンスで非常にこう前半からリズム作ってますから、かなり気持ちが強いと、なので積極的にこう攻め切る力があるというふうに非常にこう期待を膨らませている選手たちですからね、はい、その期待をちょっとアグレッシブなプレーというのもちょっと見たいですね、形を作ってカークです。さあここはシーホース三河、若い選手的にいったのはいいと思いますよ、ボールに向かい姿勢はありました、面白いようにパスがつながって高橋、よく走りますね、まあ、基本的によく走ってますよね、走ってますから、その岡田、あとブロックされた、ナイスです、ターンオーバーです。そしてこの後ね、2人目3人目っているんですよね、シュートが外れても最後はカークが決めました。シーゴスミカは後半2回目のタイムアウトです。またここで点差が離れたところで、さあどうする、そのパスを使っていこうというのが必要あるんですが、とうまくタイミング合いませんでした、うん、あっとそしてターンオーバー、悪くなかったです、ウィリアムズもやるサイド待ち構えています。さらにはザックバランスキー正面からいく、体勢崩した、これはリバウンド、さあここはシーホース三河正面、松井慶十郎は打たずに中に行く、わー、ナイス、そしてあーここは決めきれない、いいプレーでしたけどね、はい、ちょっと狭くなった選手、小島選手あたりが、カープとババ、今ウィリアムズ、そして田中、田中が行く、そして合わせた、2本目ですね、ここからの、ね、コンビネーションプレー、はい、田中からカークのダンク、ダンク2本目、はい、しっかりと